はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第246回でございます。今週のテーマは自分の気持ちと向き合ったっていうね、まあテーマっていうかみんなからしたらふーんしかないと思うんだけど、まあそのテーマで喋っていきます。で、下が N 高等学校のイベントっていうのとコラボの編集ですね。まあコラボに関しては一昨日かに投稿しましたけど、まあそれの編集をまあ2週間ぐらいかけてやってて、で、そのイベントはね、今週ちょっとあるイベントに参加させてもらったので、まあ、そのあたりを通してね、今週すごくいろいろ思ったんですよ。そう。で、まあ、それをなんかみんなに聞いてもらえたらっていうか、ちょっと共有できたらなと思ってますんで、よかったら最後までお付き合いください。で、まずですね、まずイベントの方から行こうかな。まあ、ツイッターの方では流したんで、見た方もね、いるかもしれないんですけど、一応この動画の概要欄にもね、そのイベントこういうのがありましたよっていう、その N 高等学校っていう通信制の高校があるんだけど、まあ、そことですね、ネットフリックスさんが、まあ、こう、一緒にやったイベントに、ちょっと呼んでいただいて、で、実際ね、その目の前にいた高校生80人ぐらいかな。で、そこが通信制の高校で、キャンパスがいくつかあるんですよ。そのキャンパスをオンラインで繋いでて、まあ、生放送みたいな感じ、あの、YouTube のね。生放送で映像配信して、結局それを見てた授業だったんだけど、授業として見てたのが、合計300人ぐらいかな。そう、の前で、芸人さんのね、スマイリー菊池さんと自分が一応、まあ、登壇っていう形で前に出て喋るみたいなイベントをね、させてもらいました。で、まあ、そこのまず感想というかね、思ったことなんですけど、いや、まあ、まずね、ひとまずすごい緊張したの。もうほんとこれ緊張してて、で、まあ、今回テーマがいじめっていうテーマだったんですね、そのイベントのテーマが。で、まあ、自分も過去にいじめがあって、で、あとなんか、まあ、YouTube でこういうことやってるっていうような目が止まってね、今回声をかけていただいたんですけど、まあ、実際に、その全員はね、わからないですけど、やっぱりいじめを経験してて、ちょっと学校に行けなくなってしまって、N 校に入った子とかもたくさんいるっていう話を伺ってたから、こう自分の中で、なんていうのかな、そういう子たちと一対一で話をするみたいな、まあ、塾講師の時とかね、はあるけどさ、その、いっぱいいる目の前で話すっていう経験はなかったし、こう、言葉っていうのは、まあ、文章も同じですけど、結局受け取り手に自由がある。まあ、判断できる、権利があると思ってるんで、例えば自分がね、俺の方が A っていう風な考えを持って、A ね、アルファベットの A っていう考えを持って言ったんだけど、B で受け取ってしまったら B なんだよね。そう。俺が、いや、そんなつもりじゃなかったんです。A のつもりで言ったんですっていうことだとしても。そう。だから、こう、どういう話をしたらいいのか、みたいな、すごい緊張してて。で、まあ、これは本当良くないことなんですけど、いつもね、その YouTuber として、YouTuber のね、配置として呼んでいただいたときに、こう、結構さ、やっぱり YouTuber なんてもっといっぱいいるわけじゃないか、いるでしょ？そう、すごい人たちはいるわけで、登録者にしても、こう、影響力のある方なんてたくさんいるわけだから、だから自分なんかでいいのかなっていうのは、これね、いけないんだけどね、いつも思ってしまうの。そう。で、まあ、そういう思いがあると、どうしても、こう、なんていうのかな、何かを残さなきゃみたいな。そう、せっかく来てくれたみんな、高校生来てくれてるわけだから、何か、こう、いい話しなきゃみたいなね、変に肩の力が入る。いつもイベントとか、なんかこう、お仕事いただいた時とかもいつもそうなんですけど、でもね、こう、思うわけですよ。結局、その考え方、自分なんかでいいのかなって思うのって、それってさ、声をかけてくれた、その相手の企業のね、方、に、まず失礼だよね。そう。その方が、だって適当に選んでるわけじゃないんだもん。いろんなことを加味して考えて自分を呼んでくださって選んでくださったのに、それに対して、いや、自分なんかでいいんですかねって本気で思って仕事してたら失礼だなっていうことがまず一個。そう。で、あとは、多少の背伸びって生きる上で大事だとは思ってるの。もちろんね。そう。多少背伸びして自分をちょっとよく見せて生きていくっていうのはすごく大事なことだと思うんだけど、それを、意識しすぎちゃって、本物の自分じゃなくなったらダメじゃんって思っちゃう。そう。まあ、どっからまたね、いつか話しますけど、その就活の時とかも自分すごい思っててね。やっぱり、よく見せたいわけですよ。で、しかも就活の時さ、自分教育学部なんで、まあ、周りみんな教師だったからさ、教育学部ってね、こう、なんかね、弱いらしいんですよ。わかんない。これね、その時の就活のその担当の人に言われたんだけど、こう、やっぱりね、教育ってだけで、教育しかできないんでしょみたいなイメージがつきやすい。だから、いや、こんなこともできて、こんなこともしてって、どうしても言いたくなる。そう。だけど、それがさ、まあ、本当だったらいいんだよ。だけど、ちょっとさ、脚色するというか、持ってしまうみたいな。になってしまったら、その、持ってしまった自分を演じなきゃいけなくなるでしょ？苦しくなるよね、そんな。だから、自分の、
こう、素というか、素の配置、まあ、本名配置じゃないけど、素の自分で行くことによって、それを受け入れてもらおうと、それを見てもらおうって、そう、っていうのがやっぱ大事なんだよなっていうのは、ここ最近すごく思ってるのね。で、やっぱこの一週間でもやっぱすごい思ったの、それを。だから結局、その、イベントにね、行くにあたって思ったのは、自分の言葉で自分がいつも思ってること、こういうね、結局いじめの相談とかもすごい受けるわけだからさ、いつも受けるから、そこで言ってること、ね、基本的にその相談受けるもって本心でしか返さないからさ、厳しいことも言うから普通にメールでね。そう。だから、それで言ってこようって。それでもし、こうね、例えば300人もいればさ、いやなんで入ってこういう、こいつなんかムカつくなって思う子も絶対いるわけじゃん。それしゃあないと思うんだよ、そんな。そう。でも、それでもいいから、本心で伝えて、一人でもいいから、何かがね、伝わるように、ちゃんと思ったこと。格好つけようと思ったことじゃなくて、自分が、今の自分が思ってることをきっちり話してこようと思って、で、切り替えて、それで行ってきました。で、結局ね、まだちょっと数字はもらってないんですけど、当日の、なんか、満足度調査みたいな。なんかあれだよね、ニコニコとかあるんでね、生放送とか。自分、ニコニコ見たことないんでわかんないんだけど、そう、なんかその満足度調査とかでも、5段階評価。ただ1番目が大変満足で、2番目が満足、3が普通みたいな感じだったんだけど、上2つ、大変満足と満足合わせて80% 以上超えてたから、すごいそれなんか喜んでくださってた、それに関しては。で、その、N 校の方とか、ネットフリックスさんの方とかにも、すごい良かったですって言っていただけたので、で、結局ね、終わった後に、その、ちょっと時間がね、あったんで、こう、まあなんだろう、話したい人は、その、スマイリーさんとか自分とか行っていいですよ、みたいな感じだったんで、来てくれたの何人か。で、その中にも、普通にね、自分はこういういじめがあってこうだったんですけど、どうすればいいですかって相談してくれた方もいらっしゃったし、あとは、動画見てましたとか、今使ってるんですっていう方結構いらっしゃって、多分5、6人ぐらいだったかな、その時に。そう言ってくれてね、それがすごい嬉しくてね。そう、なんか、本当に緊張してたのね。そう、すごい緊張と不安があって。で、それは多分、なんとか自分の中でも結構ね、やれた、頑張れたっていうのがあったから、自覚として。その安堵感と、その終わった後だったからさ、みんなが来てくれて、その嬉しさで、まあ、ちょっと泣きそうになるっていうね。もう、涙腺ゆるゆるなんだよ、最近。そう、っていうことがあった。まあ、そんなことを思ったの。で、もう一個は、ちょっと長くなっちゃったね。コラボの編集ね、この、おとといか、チューニさんとのコラボ動画ね、まだ一本目で、もう一本ね、まあもう一本はそんな長くないと思うんだけど、恋愛がテーマなんでね、まあいじめのテーマのやつをあげました。で、自分のコラボっていうのはいつも対談なんですよ。最初が花尾さんね、花尾さんとあとデンガンさん、3人で対談させてもらって、で、次がはじめ社長と、ね、はじめ社長さんと、対談させてもらって、で、対談は今回3回目、チューニさんがね、3人目だったんですけど、3回目が、だったんですけど、毎回ね、思ってることがあって、テーマがね、まあ、今回が一番重いテーマだった。いじめだったし、チューニーさんが一番難しいテーマで喋ってもらったんだけど、こう、結局、動画自体は17分ぐらいかな。後付けの後日談も入れたから、その、二人で対談してる動画は15分ぐらいだったと思うんですけど、本当はいじめのとこだけで多分40分ぐらい話をしていただいてたの。一緒に。それをカットして、自分がここ切って、こうやって、まあ、テロップ入れたりして作ったんですけど、こう、自分のね、コラボを していく中で、一個のポリシーっていうか、なんか、ルールがあって、一個は、まず当たり前だけど、見てくれてるみんな、ユーザーのみんなにとって、有益なもの、プラスになるもの。それは、100人いて100人がプラスになるんだけど、それはね、そんな無理だから、そうじゃなくって、その、例えば、いじめっていうテーマで気になる、そういうのが気になる子もいれば、全然興味ない子もいるわけでしょ。でも、見てくれた方が、こう、見てよかったって。思ってもらえるもの。それにするのがまず一番。それは当たり前だね。そう。で、二番目が、これは、コラボしてくださった方のマイナスにならない。できればプラス。例えば、今回チューニさんだったら、やっぱりゲーム実況の方なので、普段ゲーム実況を見ない子も多いでしょ。自分のユーザーの子多いと思うんだよね。で、だから、全然知らないっていう方もいたと思うの。チューニさんのことを。だけど、見てみたら、こう、チューニーさん、ちょっと好きになりましたとか、すごい素敵な方でとか、可愛いとかタイプとかね。まあ、可愛いタイプは俺の実力じゃないけど、チューニーさんもともと持ってるものだからさ。でも、見てもらって、チューニーさんの評価が上がるというか、まあ、それはちょっとおこがましいけどね、言い方がね。でも、それが絶対自分のルールなの。そう。お話をしていただいたんだったら、絶対そういうものにするっていう。で、まあ、もちろん、はじめさんの時も、花野さんの時もそう思ってやってたんですけど、で、それをね、思いながら編集するわけですよ。だから、
特にいじめのテーマだったから、こう話の展開とかさ、いろんな話し方によっては、下手したらさ、そのいじめのテーマってこう答えがないからさ、こうっていう考えを中二さんが話したら、はぁ、何それってなる可能性もあるわけよ。でも、まあそう、それも必要なことだと思うんだけど、でも見てもらって、ちゃんとユーザーのみんなに、中二さんが思ってること、その時こう思ってたんだろうなって、俺もわかんないよ。中二さん自身じゃないからわかんないけど、でも、できる限りちゃんと中二さんの思いが伝わるように、そう、間違って、さっきの A と B としてはね、間違って届かないように、するのが自分の役目だから、やっぱね、大変は大変。編集、まあ、もともと編集はしないのと、編集得意じゃないのもあるんだけど、やっぱテロップ入れたりとか、その切りどころ、どういう風に繋いでいくとかっていうのを考えるの。結局、多分作業時間何時間あったかな、今回。何日も分けてやったんだけど、多分30時間ぐらい、あれにやってて、一本作るのにね、編集にね、やってたんだけど、でも、そのね、考える時間、どういう風に、だから自分の言葉じゃない、人の言葉を、そう、どう繋いだら伝わるのかって考えるのってね、すっごく難しいんだけど、すごく楽しいの、俺の中で。そう。で、今回のテーマ一番重かったのもあって、それをすごく感じたんだよね。そう。だから、なんていうのかな。やっぱりね、対談ってさ、普通にね、コラボ動画なんて面白い動画の方がいいでしょ、みんな。いいと思うんだよ。笑える動画の方が。絶対楽しいと思うの。でも、きっと自分はこれからも対談形式をやっていくと思うのね。実は、今月じゃない、7月か。あと、まあ、来週だね、コラボ動画また1本やって、撮ってくるんですよ。で、それはね、一応2本撮ってくるつもりで、1本は対談。で、1本はちょっと、楽しいというか、まあ、対談じゃないやつを1本撮れたらなとは思ってるんですけど、で、やっぱり対談メインで、これからもやっていきたい。いろんなね、YouTuber さんと話をできたらなと思って、出るんですけど、だから、もしかしたら、普通にね、エンタメみたいに撮ってよって思う方もいるかもしれないんですけど、でも、こういうチャンネルがあってもよくない？って思うの、俺の中では。そう。だから、それはやっぱり続けていきたいし、これからもね、正直ね、その中二さんとの話をさせてもらって、もう緊張しすぎた俺が悪かったんだけど、編集してるじゃん。もう本当にね、もうね、なんだろう、細かいこと言えないけど、中二さんがその話をしましたって、なんでそこ拾わないの？このパイチバカみたいなシーンがね、ほんといっぱいあって。だから、それでやっぱ反省したんです。すごい反省したの。もうこれね、もうめちゃくちゃ、あ、ここは絶対広げなきゃいけなかったよ、みたいなのもたくさんあって。でも、それを、じゃあ、そこでさ、もうバカ俺。で、終わっちゃったら意味がないじゃん。それは次に活かさなきゃいけない。そう。そうやって、いろんな人と話をさせてもらう。これからもね、そういう機会を作っていくようにするから、自分から。で、それで、やっぱね、より良いというか、より、その話してくださった方の話を引き出せるというか、聞けるような、そういう、なんか、タイプに。なっていけたらなと思いました。はい、です。ごめん。めっちゃ喋ってきた。そう。っていうのがね、この一週間、まあ、この一週間というか、まあ、ここ2、3週間の話ではあるんだけど、すごい感じたことでしたね。なので、まあ、総括というかまとめることはなかなか難しいんですけど、すごく今感じてるのは、人生生きてるとさ、こう、自分がやりたくないことも出てくるわけ。不本意なこと。本意。自分が、もうこれがいいとかっていう、その、本意の部分じゃないこともいっぱいあるわけよ。みんなもあると思うんだよ。これやりたくねえのにな、みたいな。勉強はまさしくそうかもしんないけどね。まあ、自分もあるわけ。だからこうじゃないって、自分のやりたいことはこうじゃないし、ここじゃないんだよっていうこともある、実際今。あるけど。でも、やっぱり今自分がいる場所で、自分ができることをやっていくことが大事かなって、それが何かにこれから繋がっていくと思うし、ね。その、まあこれから俺がね、このハイチ自身がどうなっていくかも、まあ、もちろんわからないけれども、やっぱり、いろんな人と、なんだろうな、出会うことができる今仕事をさせてもらってるので、まあ続けていって、で、もっともっとなんか、いろんな姿、自分だけじゃなくてね、その自分に関わってくれた方のいろんな姿、いろんな面を、この YouTube って場所で続けるかどうかはわからないけど、見せていけたらなと思っております。はい、です。まとまってないかもね。まあまあ許して許して。はい、という感じでございました。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第246回、自分の気持ちと向き合ったというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回は、7月1週目、なんでしょうね。まあコラボが、撮影が今週終わってるんでね、その話、でもあんま詳しく話せないんだけど、まあ話すかなわかんないけど、まあその話とか、あとはね、違う話するかもしれないんですけど、もしよかったら次回の方もぜひね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。